天魔の塔を駆け上り、大魔王バーンの元へと急ぐダイとレオナ。しかし突然レオナが謎の触手にさらわれてしまう。追いかけた先にダイがたどり着いたのはバーンパレスの心臓部だった。そこにはバーンさえ予想しなかった光景が広がっていた。果たしてダイとレオナの運命やいかに。ドラゴンクエストダイの大冒険、盾宿命の騎士、大冒険は続く。